皆さんにおはせよう。韓国の本が好きなあなたへ話題の本のゲストトークや注目の新刊情報をお届けするインターネットラジオ聞いて読んで楽しむケイブックラジオです。担当するのはケイブック振興会の佐々木静代と小倉ゆりです。 1>, 1月12日は翻訳者の方にお越しいただく私これ訳しましたをお届けします。今回のゲストは現在先行販売中の韓国ドラマを深く面白くする22人の脚本家たちイテウォンクラスから私の解放日誌までの翻訳を担当された岡崎信子さんです。岡崎さんようこそお越しくださいました。本日はどうぞよろしくお願いします。 よよろろししししくくおお願願いいいまますすはなんだか岡崎さんとのご縁もずいぶん長くなってる気がするので改めてこうしてお話しするってなるとちょっと逆に照れくさいくなりますが <laughs> 最初にお会いした時は私も岡崎さんも以前の職場にいた頃で もう十数年前ぐらいですよね。そうですね十数年前です。ですよね。<laughs> はい、岡崎さんは韓国語学習所の編集長をされていて、懐かしい。私、<laughs> で当時会ったとき私は本当に、まあ、一韓国語学習者でもあるから、その学習所の編集長さんに会えるなんてって、なんかファンのような気持ちでお会いした気がするのですけど。いいいやいやとんでもございますこちらもあの あの媒体の、うん、あの編集長佐々木さんですよね <laughs> にお会いできるなんてという感じでお会いしましたけれども <laughs> そうですね懐かしいですね <laughs>、うん、当時いらしたのが「あの u k u いうあそうですね「アルクはいの、うん、韓国語ジャーナルという学習雑誌の機関誌なんですけれどもブックやって編集やってまして、うん、で韓国語ジャーナルって今「韓国語学習ジャーナル花」っていうの多分皆さんご存知だと思うんですけど、うん その花出版社の社長さんがまあ前歩くにいらっしゃって彼が2002年のワールドカップ日韓ワールドカップの時に立ち上げた雑誌が韓国ジャーナルなんですね。うん、なんでまあ多分まあ今聞いてる方が生まれる前の話かもしれないんですけど <laughs> その雑誌がすごく売れてまあずっとその私が入った時からまあもうまあずっと続いてそれを引き続き私だから3代目編集長なのかな <laughs> です。 そう、はい、いや、懐かしいですよね。韓国語ジャーナルがの表紙とかに、うん、あの。結構歴代の韓国エンタメ界の俳優さんたちの顔が出てたりとかしてたじゃないですか。そうですね。本当に、あの、白洋派さんとかああの、まあ、ね。 そうなんですよねその時代時代のトップの方が貯ンとかユジてとか,なんかいろんな大物に出ていただいてましたよね。よだけどだんだん、まあ、そう取材が難しくなってきて、たあっあ<ー>その韓流がね、ちょうどその何、うん、ですかね、韓流が日本でこう定着して盛り上がって、うん、なんかちょっと一つのブランドになっていく時期だったので、うん、なんかその辺のビジネス感 <laughs> 肌で感じながらやってましたけどそうですね、はい、いや本当になんかねその頃からのお付き合いということでだいぶ長くなってきてで岡崎さんはその後、まあそちら退職してまた別の,あの出版社にいらっしゃってその後は私はまあ前の会社を辞めフリーになってでなんかね雑誌作りなんかでねご一緒にお仕事させていただいたりとかで 岡崎さんは、まあ、その次の会社を一旦辞められて、翻訳者としてデビューすることになるわけなんですけど、本格的に看護翻訳家デビューしたのは何年にもなりますかね、えっと、本格的にって今みたいに仕事でっていうことだと2019年ですね、うん、コロナの前です、うんで。それでそのダイヤモンド社から出て、危うく一生懸命生きるところだったっていうやつが本当になんていうか。 ビギナーズラック的な感じで <laughs> 感じ、はい、お仕事いただけて<ー>そこから仕事をずっと続けていただいてますね。そうですよね、はい、けどあの時におとうとう出たねーっていう話をしてでなおかつこの本あの大ヒットでしたよね10万部は超えましたもんね。あ<ー>そうううですかとと万部 そうで,でも意外にあのひっそり他の本も結構20万部超えてるやつ、あいいっぱあるんですよ <laughs> あ今ね、こあの<う>ちょうど今、ね、出た2019年がちょうどコロナになる前、うん、この危うく一生懸命生きるところだったをはじめ、イラスト、エッセイ本が、ねうん、あの次々と出て、なおかつみんな大ヒット。そうですねあの、あの時代のやつ、結構長く売れてる本が、今も売れてるみたいです。 そうですよね。うん、それがもう、それが今に続く、なんかちょうどコロナになったとはいえど、なんか韓国の翻訳本がこう、にぎわいを続けられたのはその2019年の皆さんのこの本たちのおかげなのかなって思う。 本当です,、ね、すよありがとうございます。本当にありがたいです。いいん <laughs> いいえなんか、あのちょうど、えっと私はソウル国際ブックフェアに行ってきたんですけど、それで、あの、巨ョ文庫の方にも寄ったんですね、お店に。そしたらね、うん、ハワンさんのねあの、この本が、あの、 表紙がまた変わってるバージョンが出てましたそう情報改訂版を出すっていうのをなんかの私もインスタで見ましたあとそれでなんかね、うん、一番特徴的だったのは前の表紙の時ってちょっとお兄さんの足のすね毛あったじゃないですかすね毛がなくなってた <laughs> <laughs> そうそうそう見た見た見ました <laughs> そう <laughs> というところに妙にきあのお なくなったと思ってちょっと,<れ> <laughs> ょっとそこに目がいってしまいましたす。いや本当すごいけどなんかすごいなと思うんですけどそうやって危うく一生懸命生きるところだったっていう本に出会ってけど前、うん、職を辞められる頃からなんか,なん,かなんていうのかな翻訳にすごく興味があるみたいなことはおっしゃってたじゃないですか。 やろうとはやりたいなとは思って<ー>結構前からその歩くやめたぐらいから、うん、んかまあ一回歩くやめた時にフリーランスでやりたいなと思ってたんですね、うん、でその時にたまたまちょっと「えっとペイントイットロック漫画で読む「ロックの歴史」っていう韓国の漫画の本を、うん、翻訳させてもらったんですけど、うん、すごい楽しくて、うん、あ今後こういう仕事 できたらいいなと思ったけどなかなかその時はちょっとこう、うん、まだそういう市場ができてなかったんですよね。うん、まあ文学ちゃんとほらクォンさんみたいな、まあ、そう<ー>クォンさんもまだですねシリーズも出してない頃だからだからあ一冊は出てたかも。あまあ2014年だったら出てはいるけどチェッコリもまだないし、ど最初主義者が出たぐらいと、そうだからまだそのなんだろう確かにおっしゃるように。 その韓国文学の本、韓国の本みたいな翻訳書みたいなのがこう、ね、まだあまり存在として、そうですね自分から売り込むっていう感じのこともちょっと考えて。 っってなかったんで <laughs> だからまあ普通にまあ仕事できる編集の仕事とかでなんかその後ソウル新聞が今ないんですけどあのテソロっていうアブロイド版を出してた時期があってそれの仕事で結構かなりいろんな人が韓国のその新聞記事を翻訳したものを私が編集する作業をやってたんですけどその時にやっぱりちょっと記者の方が翻訳をしたりしてたんで <laughs> かなり。 かなりいろいろ調整することが多くて、あなんか自分が翻訳してみたいなっては思ってたんですね、そのいから。じゃあ、その頃からこうなお仕事としてまあ出会ったものとかで翻訳っていうことがすごく大きくこう。 きっかけになってきたっていう感じなんですね。ね、うん、そうですね。そう,そうそう、仕事しながらですね。<ー>うん、ああ、そうだった、ね。そう。それで、その前に、その後、そ <laughs> う私、その会社辞めた後も、いろんな会社にいるんですけど。まあ、大体、業務委託とか、契約社員なんですけどうん、うん。で、その、金田准峰社という出版社にいた時に、うん。 ちょうどなんか何年かやってた、まあ、会社辞めるちょっと前ぐらいにクォンさんの本もそうだし将軍社さんとか川出し保新社とか秋処房さんとかどんどんこう韓国の本の,そのシリーズで素敵な表紙で <laughs> シリーズでどんどん出てきてでちょうどなんかそのあこういう本が出るようになったし定期的にそのファンの人がついて読む人が増えてるんだなと思ってでなんかそ読んですごい面白かったし、うん、なんかと思ってた時に 会社の営業の書店営業の人から最近韓国の本が人気らしいよとか言って知ってるわいと思って <laughs> <laughs> だからその営業の人とかも感じる肌で感じるぐらい結構その波がもう201718<ー>2017年ぐらいから来てたんですよね、うん、だからう、ねうん、私も今年に1冊でも。 うん、なんかちょっとその一つでもできたらすごいいいなと思ってそのために多分その<ー>私何でもこう並行してでき今のはみんなねすごい器用にいろいろやる人多いですけど、うん、私、うん、やめないとできないなと思ったんで、うん、それでちょっとじゃあ会社一回辞めて、うん、翻訳。 をするための、に、ほか、また、うん、ちょっと会社上げてみようかな。うん。うん。っていう感じでうんうん、うん。主軸は翻訳ということに思い切っておく。まあ、ね、それでも生活はね、していかなければいけないから。そうなんです。いろ、ねね、んなことはね、お仕事されながらも。<そう> <laughs> あの、軸になるところは翻訳にっていうのは、うん、確かにその時代。えー うん、あの82年生まれキム・ジヨンが出る2018年の月12月に出てるんで、うん、みんなそこからですよねっておっしゃるんですけど今あの岡崎さんがおっしゃってくださったように本当に、まあ、私がいるクオンもそうですし将軍者さんとか本当にね、うん、皆さんがちょっとずつ出し始めて私たちもあの、うん、よく説明するのは、うん、やっぱりそういう土壌があったところに。うんうんうん 82年生まれキム・ジオンが出て、で,で、さっき岡崎さんの危うく一生懸命生きるところだったとか、うん、私は私のままで生きることにしたとかね、うん、たくさんのいいエッセイもまたプラスして出てきてっていう、なんか、んね、今思えば誰もそんなのを予定してたわけではないけれども、すごくいい感じで、 回り始めた感そうそうそうだからやっぱり、うん、あの書店さんとかもその前のこのね、うん、隣の国の文化史でああいうのがあったから、うん、多分キム・ジヨンとかもわーじゃあっていう感じになってたと思うしう、ね、だから本当にいい流れがそこで本当にうん、うん、本当に私は私は本当にすごい <laughs> 韓国エッセイも人気。<laughs> エッセイもいけるのみたたな感じでしたよねでした本当に文学はさ人気あるんだっていう書店さんとかも。であ,<の>あと一定のファンもついてそうだねっていうところに隣の国からやってきたエッセイもここまでいけるんだ。しかも爆発的な <laughs> あ日本のエッセイでもありえないぐらいのは。今ね多分ね私は私のままでいけることにしたわ、えー、58とか55とか58八もっ あじゃあ韓国の目指し八80とかいう数字見たけど。ああ<ー>、ね、本当、だからもう万部弱ぐらいだったと思います, <laughs> す, <laughs> すごいですよね。すごいです。<う>ね。6万部ってそうなんだよ。キーで <laughs> 天文学的。ね<う>だから何だろう、そういう意味では、まあ本当にまして、ね、岡崎さんもずっとこうね、出版業界の中にいらっしゃったから、そういうのを特にね、こう肌で。 おな,んかなんとなく波も来てっていうところでいいタイミングだったってことですね。そうですね意外にあんまりそういうの考えてないんだけど割とうん <laughs> ちょうど本当にタイミングは良かったなと。 あうん、いやけど本当に、うん、やっぱりだけど意識してたからそのなんか流れが来ていてしかもね、うん、あの翻訳まあその漫画の本だったけれども毎日どうやっていて、うん、面白しさも知ってるみたいなこともうまくね、うん、タイミングがあったってことなんだと思います、うん、はい、はい、ではですねここからは今回担当いただいた 韓国ドラマを深く面白くする22人の脚本家たちについて伺っていただい、あ伺っていきますね。こちらは、はいえー、ハンギョレ21、シネ21、チョウ、フンから刊行出版されるインタビュー集です。でじゃあ、まずこの本がどんな作品かを紹介してもらっていいですか。はい。えっ、ー、と、こちらはもう、あの韓国ドラマ。 の脚本を書いてる方もちろんドラマの脚本家がいるんですけどその脚本家の方のにインタビューした22人の脚本家にインタビューした本なんですけれどもそのインタビューしているのがハンギョレ21とシネ21というまあそのハンギョレ新聞社が母体になってるあの雑誌なんですけれども、うん、でその西が、えー、コラボレーションという形で、えー、っと面白いんですけど 2C で合同で手分けしてインタビューして、うん、同じ内容をそれぞれの雑誌から出してるっていうでレイアウト変えてみたいなそうでしたねそ,うそ,うそ,うそれが去年の2000あ去年か2023年の3月に韓国で出てもうあっという間に完売ですよ <laughs> で、えー、と内容がすごいいいとで、うん、それで、まあ、それをまあ今回はク保ンさんの方で出してみたいなということで、うんはい、今回観光になると。 はい、そんな本ですね。はい、そうですね。なので、はいあの、著者名としては、ハンギョレ21、シネ21と、ね、なっているのがね、著者名見てみんながあれ、なんだろうと思ったのかもしれないので、うん、ちょっと説明していただきました。ありがとうございます。で、まああのー、この本自体は、えっと、最初に、まあ、なので、私たちも非常に面白いインタビュー、特集、出したということで、多分ね、 これをやってみませんかっていうのはあのうちのフォンの,のキムさんからの提案だったとは思うんですけど、まあ、それでも、ね、読んでみないと、ね、何とも判断つかないでまず最初に読んでみた時の感想はいかがでしたかあの、まあ、本当は面白かったんですけど、うん なんかえこんなとこまで話していいのみたいなところを<ー>結構突っ込んだ質問とかもあったし答えてくださってるのもすごい真摯に答えてくださっているんですよね。うん、でそことあとはまあそのもちろんドラマの,あのドラマがどうできるかというかドラマなんでそういう考え方からそうなったのかとかいうことも知れるんですけど、うん、あとはなんかその作家の人の,その人生哲学みたいなものとか仕事の姿勢とか うん、なんか彼らのそうですねあとコンテンツビジネスの流れも分かるみたいなね<ー>なんかそのすごくいろんなことが分かる本だなと思っていやもう面白いと思いました、うんうん、そうなんですよねなんかあとでもねちょっと私も感想をお伝えしたいと思うんですけど本当にまあドラマをね好きな方にとってもね楽しめるけれどもそれ以上になんとなく。 作家さん自身の人生だったり、うん、お仕事としてのね今の流れ潮流みたいなこともあるっていうのもねあとなんかその作家さんを選んでいるのもあの,その本当に野比漁さんみたいにすごいキャリアの長い人から稲尾さんとか若いう、うん、でまだ出たばっかり一作品しか出てないよっていうような人まで選んであってうん、うん、でまあそのキャリアの長短を問わずに、うん、とにかく今すごく 売れてる人に <laughs> インタビューしようみたいな趣旨でやったみたいなんですよね。<ー>だから今、うん、コンスタントに何かうんちゃんとやってる人っていうか、なん<ー>からそういうので、あのー、その人たちのなんかそのそれぞれの世代の持ってるものっていうか、そういうのも知れる、伺い知れて、それも面白い。 ね、読みどころかななと思いましたなんか本当に世代も広いし、うん、その業界に携わってる時間もね長短あるから逆に言うと全然見え方も違ってるのが分かるしね、うん、面白いですよね。で,、うん、であの22人登場して贅沢な本当に内容かなと思ったんですけど脚本家の人たちのラインナップを見た時には一番楽しみに思ってたのは誰でした あでもまあ私一番最初はあの、うん、まあイテウォンクラスすごい大好き人面白く見てたんで <laughs> うん、うん、まずチョ・ガンジンさんを呼びましたっと韓国の本は金だら順になっていてチョ・ガンジンさんは後ろの方に載ってるんですけど、うん、日本の本はちょっとチョ・ガンジンさんはトップに持ってきてますけどチョ・ガンジンさん最初に読んでそれからヨン・サンホさん読んでノヒギョンさん読んで。うん でああとまあ、私の好きなドラマやったパク・ヨンソンさんとか、うん、青春時代ですね私はだからこれをまだドラマも見たことなかったので、えー、この本を読んで,、えー、でおおっと思って、えー、あこういう脚本家さんたち知ったってお感じで私本当にそうなんですよ脚本家さんの名前で分かったのヒギョンさんとかあとキム・ホッ ボトンさその話もしたいと思ったんですけど <laughs>、ええ、でギャップあなんかそのきったその,たその読んでまあ移転をクラスが好きだったからご安心さんから読みましたとかってあるんですけど、はい、で逆にこのご自分で最初こう読んでみた中で 脚本とかそのドラマの作品で感じていたこととイン,タビュー集インタビューの内容とか読んでみてギャップ感じた人とかっていたのかなってちょっと思っちゃいましたそ,うそれがねギャップがなくてあのあ<ー>本当にドラマの感じと、うん、そのインタビューから出て感じるそのなんかリズム感というかその思想というか、うんえー、まあ本当に。 リンクししてましたねだからあなるほどこういうやっぱこういうことを考えてる人たちだ人だからこういうああいうドラマになったんだろうしあのドラマだから、うん、なるほどあのドラマこの人が作ってるは間違いないみたいな感じだったんですよね、うんうん、だからねギャップっていう感じは特にはなかったかな。<laughs> で、私は脚本家の人を知らない方もだから、脚本家の人ってあんまり意識をしてなかったから、うん、あのギャップがなく、私とかはだからあ、やっぱりこの人だからなんだなっていうことぐらいしか感じなかったんだけど、やっぱり同じなんですね。そう,そうです多分ね。皆さんも読んでいただいたらあ,<ー>あそうなんだ。っていうかうん。そう思いますね。<ー>だから自分の推しドラマ。 の作った脚本家さんの読んだら、うん、もう本当その脚本家さんが好きになっちゃうと思いますし。<ー> <laughs> 今後はその人の作品を掘っていったりね。もっと新しいのも見たり、したいくなるんじゃないかなと思いました。あ、そう、私ね、なので、まあ、えっ、ー、と、私もさまあ、読ませていただきながら思ったのは、あの、で、今言った意味で、私はもう二十年ぐらい韓国ドラマを見ているんだけれども、うんうん、実は。 あ,のあまり脚本家さんのお名前に注目して見てきたことは私自身はなかったんです。そしたら、<laughs> なんかまあ、この特に、ね、仕事をチェッコリコオンでさせていただくようになってたからは、まあ、エンタメのライターの方とかともお会いするせいもあるんだけれども意外と周りにはこの作品はあの脚本家さんのだから間違いないわって。 脚本家で作品を選ぶ人がいるっていうことも驚いたし、うん、でそんな中でこうやって読んだ時には本当にもうさっき言ったみたいにあやっぱりこの人だからこの作品が出たんだなっていうのを改めて確認する納得する。うんで 読める感じががししたたのが第一印象でしたそうですね、同じですね、私も本当にそんな感じで。うん、なんか、その、やっぱり前にそのドラマの本とか作ってたから、うん、一応脚本家とかスタッフのところを書くんですけど、うん、まあ、本当に、例えば本当なんですかね、えー、っと、まあ、この、ここも、長官寺さんはまだ最近の人だけど、うん、まあ、言ったら、何でしたっけ、のひギょンさんとかもそうだし、うん、はい、あと、なんだろうね、まあ、ヨンサさんは映画だけど、うん だかたいなんかそういう感じですごくこう有名な <laughs> みんなが知ってるっていう人のやつは、うん、あなるほどなっていう感じでは見てたけどそれ以外の方のあんまりこう作家さんとしては見てなかったんです、うん、ただ、うん、今回その作家さんのインタビューで改めてこう見たらた例えばなんかあれですよね、うん、えっとアルファンブラーとかやってたあ,あの方の何だっけソーン・ジェジョンさんとかはほん、はい、作品が次なんか W. ですよね。うん、あの、あと、なんだっけ、えー、っと、ああ、ゆの細胞とか。なんか全部串刺しされますよね、うんうん、ドラマがそうそう。なるほどな、みたいな。なんか、そういう感じで、も、面白いと思います。そうですね。うん、なんか、そういう意味で言うと、それで、やっぱり見てないドラマもいっぱいあるから。うん、あの、さっきね、岡崎さんも言ってたけど、逆吹きして、見たくもなるし。そ,<う>それで、あと。 自分とちょっと合わないなっていうのはどうしてもあるじゃないですかドラマで。だけれどもその作家さんたちがこういう思いであの作ってましたとかって読んだ後だとなんか全然違って見えるような気がしてちょっともう一回見てみたいなとかって思ったのもありました。あそそううううですよねなんんんか一回見てててるるだけどいふに思って作っ作ら、うんえー ちょっっとと思て自分にとってはそこまでまだ印象に残らなかった作品も、うんうん、なんかもうちょっと違う見方ができるかもしれないっていうところで深さみたいなのを感じられるっていうかね,うねやっぱり作り手がいるからそういったところすごく気になりました。うん、そうななんんですもう本当にこれを読んだら誰かと話したくなって でしょうがないんですよ <laughs> <laughs> そうですねそそ数字でみんなでなんか今までのドラマを見てた感想って元々みんな好きなドラマって語り合いたくなるじゃないですかなんかそれにさらにっていう感じのね <laughs> また違う,う,うあの感想が出てきそうでそうなんか私あのさっきねちょっと出てたそのキム・ボトンさんっていう脚本家さんが出てきて、うん、でこの方はあの最近話題にな,なった。 DP 脱走兵の追跡官で,、うん、うでもう一躍人気の脚本家さんになったのわけですけど、うん、そう実はね彼はもともとイラストエッセイみたいなのもちょっと書かれていてウェブトゥーンとかで多彩な方なんですけど、うんうんうん 彼実はチェッコリができた頃にいらっしゃってたことがあって、うん、お会いしてるんですよ前に誰か<え>なんかツイート、掘り返しツイートみたいなのを見てお、確かにこういうことあったわと思って。コミックが出た時にね、ちょうどいらっしゃってて、で、全然その、あの普通さんっていう名前で、あの、ええ、うです,普通ですね。 で出てたから、うん、全然そのキム・ボトンさんまして DP っていうのが全然つながってない私は単純にこの本うっしゃーって思いながらそうだったんだとっ、ね、そうだとそういう人も多いと思いますなんかあのねが、うん患者を漫画で読んでた人も多いと思うんですけど、うん、その普通さんがこの DP の脚本、うん、まあ元のその漫画、うん なながらいいんじゃないかと思うね<え> <laughs> 知らない方が多いと思うから<え>まずそこからびっくりして、うん、で彼もいろいろなこう経験をして今その脚本を書くまでになってるわけだけどなんか彼のインタビューの中でなんかあのこう作家になるこうコツ成功するためにはみたいなところで、うん、がっかりしないでコツコツ書き続ける習慣っていう言葉が出てきた時に。うん いい言葉だななと思って <laughs> <laughs> 本当ですよね,なん,かねなんかどういう仕事であってもこうなんか成功した人だけを見ちゃうとさそこにはこう素質だったりとか思いがちだけどってことを言ってらっしゃって、うんうん、だけど彼のそこまでのいろいろな経験だったりとか、うん、そういうのを読んだ後にこの言葉をが出てきたのでなんか「うん」ってすごく深くうなずきながら。 読んじゃったんですけど、岡崎さん自身が一番印象的だなと思ったところなんかありましたか？その一番印象的というかもうちょっと仕事で読みすぎちゃってあれなんですけど、ただなんか印象的なところだらけだったんですよ。<ー> <laughs> で、あ、うん、のだらけなんだけど、だから全体的にその感じるのは、うん、どの人もすごい責任感を持って背負って仕事してるっていうことですよね。うんうん、なんか、うん、みんな仕事でなんかよくこう なんかこちらもインタビューしてたから仕事で、うん、<laughs> あのこれ本当に何て言うかな、どうな,んかなんか答えづらい質問なんだなっていうか、なんかあなたにとって脚本を書くとはどういうことですかって聞いたりするんだけど、うん、なんか大体仕事ですってみんな答えてるんですね、この本の中で。<laughs> でも、そういうのも、うん、すごく普通にこうリアルな答えっていうか、本だと思ったし。 あとはなんかそのみんなその生活サイクルとかも一日はどういうサイクルで仕事してますかみたいなのを聞くと大体い本当にかなりの人がちゃんと会社員みたいに朝から仕事して夕方までやってって言って1週間のうちに必ず一日2日は休みを完全にオフの日を作ってるみたいなそういうのが印象的でしたけど。 あけど岡崎さん自身も今、翻訳者としてさあのお仕事されてると意外とそういう仕事のスタイルみたいなのってすごく重要じゃないですかね、うん、会社にこうある意味で出ていくっていうことじゃないからだから余計にそのあたりとかが印象に残ったのかもしれないですね。そうですね,ですね作家の方が、うん、あのとにかく毎日こうルーティーンっていうかきちんとした生活リズムを持ってないと、うん、この作家の仕事は長くできませんよっておっしゃっていて。 うん、何事もちゃんとこう長くやろうとするならば例えばでも夜型が合ってる人だったらその夜型のルーティーンでいいと思うんですけどなんかちょっと自分のリズムが大事なんだなってあでもちょっと質問からずれちゃってすいませんけどあそういったところは <laughs> すごくいいけど岡崎さん自身も前に、ねええ、伺った時に割とこう朝、ええ、割と朝起き、ね、てっていうのですごくルーティンを決めて、ええ、あのやってらっしゃるっていうのを聞いてたから、ええ、やっぱり。 やっぱりそうやって本当にリズムを自分自身で作ってコントロールしていくっていうのが大事なんだろうなっていうのは今のね、皆さんの話でも思うんですよ。そう うん、だけどなんか本当に締め切り前はもう会社家に帰れないってい <laughs> 言ってました書いてありました。<laughs> そうでしたね。やっぱいいよね。あのいいなと思ったのはそうですよね。そんなあの、ね、思ってたってその通りにはならそうん、そうそうそう。締め切りはありますみたいなせ <laughs>、うん、です,よ本当 <laughs> そうすごい本当そういうのも全部リアルに感じられる、うん。 だからなんかすごく人間としての脚本の家さんのひ人となりがすごく伝わってくるところがそのあたりですよね。ん。他になんか印象的だった思,思い出せるところだけどそう,あそうですねそれでなんか私も一応その翻訳やってて、うん、えっと割とこうエンタメ性のあるというかそういう翻訳とかしてるんでんか何ですかね たくさんの人に楽しんでもらえるっていう部分で共感したのが、ビ、うん、ンテンズォーの脚本家のパッチェモンさんがおっしゃってたやつで、なんか、うん、良いストーリーとはどういうものですかどういうものだと思いますかって質問があって、うん、で彼がそこに答えてたのが、うん、なんかあの、それなんか、どっちが悪いとかいいとか言うんじゃなくて、うん、その自分の好みなんだけどっていうことで、うん、なんか、脚本の執筆が、なんか、岩場ってこうパンにジャムをまんべんなく塗る作業ですと。 で商業的な芸術の場合は、まあ、それをどこを食べてもそのジャムが味わえるようにきちんと伸ばしてるのが商業的な芸術、うん、で、まあ、純粋な芸術んか純粋な現実は特定の部分にジャムをポンと置いて、うん、<laughs> それをあの視聴者が、ね、見つけられるように導くのがそれは芸術ですみたいな、うん、純粋な芸術で本人ご本人はどこから食べてもジャムが味わえるような作品を作りたいんですっておっしゃってて。うん それはなんかすごい抽象的ですけどなんかすごい心に響いたというかあ、なだからなんかヴィンセントとか彼の作ってきたそれまでの作品とかはやっぱりこう誰が見ても面白いすごく面白いなるほどなってすごい立ちい方があのお上手ですよねこのね言い方とかねそうですねおしゃれなうんそうあの 韓国の方たちの,、うん、あのインタビューとかあと話してる時とかも聞いてもみんな,なんかこういう例えを言われる時の例え方がとても皆さんうまいなって私はいつも感じるんですよ、うん、作家さん特にまあだから脚本家さんにしろ作家さんたちって書くお仕事だから言語、うん、化するのがもちろんたけてらっしゃると思うんだけど、うん、例え方が非常にうまいなってい 印象だから、なんかこれもまさにそんな感じですね。うん、あそうですね。うん、本当、うん、だから多分他の方もこういう感じのおしゃれな言い方してるやつ。結構あると思いますで、はい、そういう言葉があっち。こっちでだからね。さっき私が言ったね。うん、ボトンさんの一つのこう。セリフだったりとかっていうだから。 脚本集じゃないんだけど、なんかもう、あの彼らが答えてるインタビューの言葉自体が、なんかその名台詞みたいなのが散りばめられてるような感じの、うん、そうですね。そうそう。うん、パクチェボムさんはさらになんか、あの自分はなんかこう。 なんつうか、かゆいところに手が届く孫の手みたいなストーリー書きたいっておっしゃってる、る <laughs> <laughs> いいですね。<laughs> そうそう <laughs> なるほどみたいな。でもそれはなんかそのこのえっ、ー、と半魚雷二十一の編集長もそこにはすごい共感したみたいで、うん、なんか最初のエピローグのところにご自身も引用されてましたね。し <laughs> <laughs> ね、本当ですね。うん、なのでそういうね、ちょっとあところとかも皆さん読んでもらえるといいなと思います。うん でですね、この本は実は、えー、っと、チェッコリ翻訳スクールというね、翻訳スクールを私たち、あの、私も兼務するチェッコリコーンでやってまして、その講座と、講座の課題本として、一つ講座を開講し、実は受講生の皆さんにも翻訳についての指導をしていただいた後に、まあ、本にしますよということで、あの、そういうミッションを実は岡崎さんにはお願いして、 してありました。なのでね、進む、始まったのはもう去年っていうところで、で、10名の受講生の皆さんに受講をいただいて、指導をしながら、まずはやっていくっていう作業もあったんですけど、受講生の皆さんについてはいかがでしたか いやもう皆さん本当に優秀ですよ。なんか、あの、最初にそのトライアル受けていただいて、で、そこから、あの、まあ、選んでるわけですよね。うん、うまい、うまい人上位10人選んでるんで、だからまあもちろん上手いんですけど、だか、だ、別に私指導はしてないんです <laughs> 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 本当に 一緒に作業したもちろんその授業の中でも生徒さん同士での切磋琢磨はかなりありましたので最初にちょっとトライアルトライじゃない授業の流れとしては先にこう担当割りして、うん、でその人が翻訳してきたやつを授業より早めにみんなに送ってそれぞれフィードバックをしておいてもらって、うん、あと、まあ、私からもフィードバックしてでそれを修正した。 このあ修正する前かな、それを踏まえた感じであそう、修正してくれたのかな、修正したやつを授業でやってっていう感じでしたね。だから、あのこういうふうにフィードバックもらったから、こういうふうに直したんですとか、<ー>うん、調べてみたらこうだったんで、こうしましたみたいな感じでやってたんで、だからその過程でも、かなり皆さんももうみっちり関わってるですね、どの。 互いにもね、はい、受講生の皆さん、だから対岡崎さんとだけではなくて、10人のメンバーが本当に一緒にこう作り上げていくみたいなことはあると、当然で、ね、受講生の方なので、翻訳自体を、ね、学,学ぼうとされてきたわけだから、そこではね、多分ね、岡崎さんの経験だったりとか、そういったのを聞きながらということだったと思うんですけど。 まあ、今回の本はね、あの、トライアルを受けていただくというのは、通常のスクールではね、トライアルはないんですけれども、今回の作品についてはもう受講自体で、その後、えー、と課題作は本にするっていうのがもう決まっている作品だったので、一旦ね、トライアルを受けていただくっていうことにさせていただきます。うん、で、まあ、逆に言うとそうやって10人の皆さんと一緒に 作り上げるっっていううことともあったと思うのでそこでのこ,うこの経験みたいなところで何か感じたことはありましたか感じたことは、うんまあ、勉強にすごいなりました、ね、自分にはないやっぱりあの別の人の脳みそを通してるわけなんでうん、うん、自分にはない合意とか自分が、まあ、思いつかない合意とか言いますし。 それに関心することが多かったですね。うん、とても勉強になりました。はい。そんな感じかな。うん。うんけどね、逆に言うと大変ですよね。あの、自分でゼロから作り上げていくことの方がね、むしろ、あの、すべて,てを自分の、なんて感覚を通して出していくわけだけれども、他の皆さんのね、しかも10人の皆さんで、 集めていく作業っていうことで、いや、本当にあのご苦労された部分もあるとは思うんですけれども、<laughs> はい、ね、ありがとうございます。はい、お疲れ様でしたという感じではあるんですけれども、<laughs> はい、ありがとうございます。はい、はいえー、せっかくですね、あの、いつも翻訳者の方にこのコーナーに出ていただいたときには、今、本当に翻訳スクールをはじめねあの、翻訳コンクールとか、 たくさんの人が参加してくださったりして、あの、翻訳者を目指す方が本当に、あの、増えているなというところなので、岡崎さんからもその翻訳をしたい、翻訳者を目指したいと思っている人にね、もし一言いただくとすれば、とういうことを皆さんにお聞きしているので、岡崎さんもぜひお願いします。 あ私はなんかそのちょっとおこがもしい <laughs> アドバイスはなんだけど <laughs> さっきあの印象的だったっていう質問とそれのと同じなんですけど、うん、なんか印象ちょうどなんか、えー、と印象的だったことでここで言えるのが、うん、あのその今回の 脚本家22人の本の中でのヒギョンさんがやっぱ大御所の方ですよね。うん、でえっとまあ韓国韓流を作ってきた人なんだけど、うん、でのヒギョンさんのそのえー、っと脚本家デビューしたきっかけの話を彼女が語ってるのが印象的で、はい、多分ここの答えになりそうだなのと思ってお話ししようと思うんですけど、うん、あのなんか彼女がその同級生たちが、うん、えーっと かなり早い学生とかその段階で詩人でデビューしたりしたんですってそれで自分もすごく子どもの時から物書きになりたかった作家を目指してたのになかなかそのデビュー自分はできなくてなんでできないんだろうと思って焦ってたであのまあ家のこととかもあってちょっともういつまでも夢を追ってられないなと思ってって最後にじゃあもうこっち 今年で最後だと <laughs>、そう思って、えっと、脚本家の養成学校みたいなとこ行くことにしたんです。で、彼女がその時に、えー、勉強するにあたって、なんで自分が今まで全然デビューのきっかけとか、うまくいかなかったんだろうと振り返ってみたら、なんか自分はその先生、講師が言うことを、とにかくちゃんと素直に聞いてなかったと思ったらしいんですね。で、なんかそれを、 あだったら今回は <laughs> もう最後だし先生が言うことをとにかく全部聞いて、うん、素直に聞いてやってみようとでその気持ちで勉強にその授業に取り込んだらその年に、まあ、デビューできたっていうことをおっしゃってて、うん、で、うん、なるほどと思ったんですよねなんかやっぱりその彼女を、まあ、その時は彼女もまあ20代だと思うんですけど、うんうん、そういう。 ところになかなか20代で気づけるかなと思ったしあとはそういうことがあったんでそののひげさんはやっぱり自分が師匠を持ってる人とかかあそういう人がいる人のことを信用していると <laughs> なん<か><ー>そうしたらか聞く耳を持ってる思考上できるみたいなことをおっしゃってて、うん、なるほどなと思ったんで。 まあここで一、うん、<laughs> つ参考になるのではないかとああ私もすごいそれを読んですごくき気持ち身が引き締まって締めてないけどふんどしも締めないけど大事かもしれないですよね大人になればなるほど年を重ねれば重なるほど、ねえー、自分では聞いてるよう聞いてるつもりだけど 聞けてなかったりとか、うん、ね、意外と自分のあれにこう凝り固まるところもあるだろうからっていうことで言うとうとてもはい勉強にあ勉強になったっていうかいいはいあすごくいいお言葉をいただいたなと思いましたありがとうございますはいはいですね今後出版予定の本とかもしあれば聞きしておきますがえっと今年は多分久もさんの七月十七日、うん 頃に出る、うん、本そのだけだと思うんですけど、えっ、ー、と、今年4月に本がバラバラっと去年翻訳してたのが出てて、うん、それ、人生は気分が10割、キム・タスルさんの本ですね。それと、うん、もし私が人生をやり直せたら、キム・ヘナムさんの本で。それはダイヤモンド社から出てまして、 あと、作文宿題が30分で書ける秘密のハーバード作文という本が、孫晋、うんえー、さんが書いている本が CCC メディアハウスから絶賛発売中でございます。ぜひ、どれも、ね、話題になっておりますごく話題の 本なんですけれども、なかなかそれを日本に持ってきて売れるかって言ったらちょっとそれは難しいんですけど。うん、まあ編集なんかその本当出版社の方の努力 <laughs> 表紙とか、うん、売り方とかキャッチコピーとかなんかそういうタイトルの付け方とか、うん、うん。おかげで今ちょっと跳ねております。さん発売中ですし、はい。よろしくお願いします。沸騰中ですので、ね、はい、ぜひよかったら皆さん手に取ってみてください。はい。 なんかこれからチャレンジしてみたい作品とかやってみたい作家さんとかいたりしますか？えっとあえっ、ー、とですねこれからチャレンジしたいのはこない前に出させていただいた時も言ったかもしれないですけどまあ、Y.A. とか児童書をやってみたいなってずっと思ってまして、うんうん、でえっ、ー、とですね古畑武先生っていうあの結構児童少年文学とかやってらっしゃる方がいらっしゃって。 えっと、彼の本、すごく面白いなと思ってます。いお、まあ、いいですね。学びがあります。あ、そうなんですね。<laughs> はあ、ぜひ夢が叶うの、を見守っております。およろしくお願い。はい、ではですね、最後に改めてリスナーの皆さんに。 えー本作の PR お願いします本作、えー、7月17日中、一条17ってアマゾンに書いてありましたけど、はい、まあ先行販売中なんですよね。それは久遠さんから、はい、予約受付中。と、はい、いう感じ、えーと。発売になります。韓国ドラマを深く面白くする22人の脚本家たち、イテオンクラスから私の解放日誌までという本が発売になります。 えっとですね、こちらさっきもタイトルの話出たんですけど、うん、このタイトルも、まあ、日本版のために久保さんが考えたタイトルです。はい、で、えっと、表紙は本因庸さんあ、まあ、中のデザインもそうです本因庸さんで編集が、えー、韓国韓流史をずっと20年以上編集し続けた松渕弘之さんという編集のプロが編集した、はい、<laughs> 一冊になってます。 でね、と内容ですね、とても今まで話しましたけど、ドラマのファンの方ももちろんですけど、まあ、書くことに興味ある人とか、うん、クリエイティブの仕事してる人の刺激になる言葉に満ちたインタビュー集になってます。うん、で、新年、ね、21の編集長さんおっしゃってた、まあ、すごい素敵な女性なんですけども、うんえっと、彼女が言ってたんですけど、えっと、プロの編集。 プロの脚本家たちの世界を垣間見ることができる資料性が極めて高いとおっしゃってたプロの方がから見ても<ー>まあやっぱり資料性高いっておっしゃったほどやっぱ読んだら誰かに話したくなる情報がたくさん詰まった本でございますで価格がですねちょっと税込み2420円と若干お高めになっておりますが日本語で読めますしあとなんかその日本版に対して 感じて補足とか注釈をこちらでつけてますので、うんうん、かなりこう読みやすくなってます、はい、なのでお得な一冊だと思いますので何卒よろしくお願いいたします。はい是非ね皆さんのね手に取っていただいてきっとねみんなでまたねあの一緒に語り合う機会を設けられればなと思いますので是非、ねうんはい、手に取ってください。 はい岡崎さん本日はどうもありがとうございました。感謝ミダ。翻訳スクールの受講生の皆さんと一緒に。 翻訳を練り上げていく作業にはご苦労もあったでしょうが、読み応えのある一冊になったこと間違いなしです。岡崎さん、ありがとうございました。それでは今週の新刊とイベント情報を小倉さんに伝えてもらいます。小倉さん、よろしくお願いします。はい。本日は3冊の新刊をご紹介します。 まず一冊目は、先ほど私これ訳しましたでもお話しいただいた、韓国ドラマを深く面白くする22人の脚本家たちです。こちらは、ハンギョレ21、シネ21長、岡崎信子役、クオンから7月17日に刊行されます。 日本でもハマる人続出の韓国ドラマはどのような思考から生み出されたのか脚本家22人が語るインスピレーションの源執筆の過程物語への思いドラマファンはもとより書くことに関心のある人創作の現場に携わる人に刺激となる言葉に満ちたインタビュー集です 2冊目は、集英社から7月17日に刊行される、秘密資料で読み解く激動の韓国政治史です。こちらは、長野慎一郎著です。ノムヒョン政権時代の2004年に行われた調査では、情報部の秘密資料や、当時の関係者へのヒアリングなどから、キム・デジュン拉致事件、 外航空機爆破事件などに政府がどう関わっていたかその真相が明らかになりましたこれらの資料に加え文献史実さらには著者自身がキム・ヨンサムキム・デジュンと直に交流した実体験もまえながらアク・ジョンヒ大統領暗殺事件甲州事件乱軍事件東亜日報記者拷問事件など 民主化を勝ち取るまでの激動の韓国現代政治史を表と裏から振り返ります。3冊目は、早川書房から7月18日に刊行される、涙を飲む鳥1、長野心臓上下です。こちらは、イーヨンドチョ、小西直子役です。 ゲーム化も進んでいる話題の韓国ファンタジー小説が翻訳出版されます。人間、ナガ、トッケビ、レコンの4種族が暮らす大陸。その南方に暮らすナガの少年リュンは死の際の共に託された使命を果たすべく北へ旅に出る。そして彼を守るための3人の仲間が集まった。 ドラゴンラージャ著者による本格ファンタジーがシリーズ開幕です。続いてイベント情報を2件ご紹介します。7月20日土曜日14時30分から、初めての韓日翻訳講座、韓日翻訳に興味があるあなたへが、 東京都内会場とオンラインにて開催されます。講師は翻訳家の幼内園子さんです。詳しくは、花田市のホームページ、または SNS をご覧ください。7月25日木曜日19時から、チェイソンウク、伊藤淳子初対談、韓国映画と大統領というトークイベントが、 東京神保町のチェッコリ会場とオンラインにて開催されます詳しくはチェッコリのホームページまたは SNS をご覧くださいケーブックラジオでは 皆さんが読んだ韓国の本、K ブックの感想をお待ちしています。X や Instagram に、ハッシュタグ、K ブックラジオをつけて投稿いただくか、専用の投稿フォームでも受け付けています。お寄せいただいたコメントは、私、これ読みましたのコーナーで紹介させていただき、紹介させていただいた方には、オリジナル特製しおりや、 韓国の書店のしおりをプレゼントします。皆さんの感想や番組へのコメントをお待ちしています。なお、K-Book ラジオは、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube でお聴きいただけます。お好みのプラットフォームでチャンネル登録をよろしくお願いします。 また毎週ご紹介した書籍やイベント情報は各回の概要欄に詳細情報がありますのでぜひチェックしてください皆さん気になる本は見つかりましたか 先日出かけたソウル国際ブックフェアの会場では誕生日で選ぶもの、エタで選ぶものなどシークレットブックというものがたくさん見かけました。本の内容や作家名で選ぶのではなく思いがけない出会いをくれるということに人気があるようでした。さて皆さんはシークレットブックを購入したことはありますか 次回7月19日はそうはの韓国の本うろうろてくてくをなんと韓国ソウルで収録したものをお届けします。こちらもどうぞお楽しみに。それでは来週金曜日にまたお会いしましょう。あんにょン。ん。あんにょん。